インドシナ半島に位置するカンボジア王国、通称カンボジア。タイ、ラオス、そしてベトナムと隣接するはるかチベット高原から流れ出るメコン川の恩恵を得て稲作農業が盛んな地域。人口の 90% 以上を占めるのはとても穏やかなクメール人。過去この国では内戦が長く続き悲劇の舞台となりました。1970年クーデターにより内戦が勃発。1975年新しく政権を取ったのは共産主義勢力のクメール・ルージュでした。首相の座に就いたのはクメール・ルージュのリーダーポル・ポト。ポル・ポトは原始共産制を唱えました。学校・病院はおろか貨幣すら必要ないとされ、完全な自給自足の体制が理想とされたのです。そして彼の政策に疑問を持った者はことごとく処刑されたのです。知識層全般、移住を拒んだ者、それは生まれたばかりの赤ちゃんに至るまで容赦なく大量虐殺が行われたのです。存在そのものが秘密とされていた場所。ここで厳しい尋問が行われました。2年9ヶ月の間に2万人が収容されました。ここから生きて戻れたのはたったの8人でした。ポルポト政権下で命を失った人数は100万人とも170万人ともそれ以上とも言われています。当時国勢調査が行われていなかったために定かな人数は分かりません。私たちの想像を絶する惨劇が起こったのです。現在でも雨が降った後には土が流され埋まっている人骨や衣服の切れ端が発見されています。原始共産制、大量虐殺、内戦、これらの出来事は国の発展を大きく妨げてきました。カンボジアの住民登録が完了したのはわずか3年前です。現在のプノンペンは道が整備され、ところどころに大きなビルディングが建設されています。政府は区画整備をするため、以前点在していたスラム住民を町から追い出しました。今のカンボジアは一部のリッチな人々と9割を超す極度の貧困の人々で構成されています。その厳しさは一番弱い立場の子どもたちにも及んでいます。政府はプノンペンの整備にお金を使い、孤児たちには使うお金がないのです。病気や貧困、悲しみ、痛みの中で子どもたちを殺したり捨ててしまう、親も誕生日も自分の名前もわからない、そんな孤児たちがたくさん生まれています。1997年、日本を離れ内戦続くカンボジアへやってきた一人の女性がいます。前田勝子さん。貧困と病の中で人々に見捨てられ、痛めつけられて孤児になった子どもたち、その子どもたちに希望を与えたいとたった一人でやってきたのです。前田さんのもとへ初めて二人の子供がやってきました。内戦が落ち着いてから4ヶ月後のことでした。それから子供たちは前田さんのもとへ次々にやってきました。
彼らのお母さんはすでに亡くなり、仕事のないお父さんはお酒を飲み賭博にふけるのです。子供たちに暴力を振るい、お金がなくなるとこの子たちを売り飛ばしました。再びお金がなくなると子供たちを奪い返し、また他の人へ売り飛ばしていたのです。ねえ、ジャンボってもったい、アリトースハッピーサバイミボンボンハイサバイミカライロネイអត់ដូចកាលពីមុនខ្ញុំនៅទួចអឺខ្ញុំអត់មានផ្ទះហើយខ្ញុំអឺដើរលេងជាមួយឪពុកពេលយប់ដើមខ្ញុំដើរលេងជាមួយឪពុកពេលខ្ញុំមកអង្គការនេះខ្ញុំមានសុបាយខ្ញុំបានរៀនហើយមានបងប្អូនជាមួយខ្ញុំ2歳3歳ぐらいのそういった5歳以下の子どもたちが非常に多かったんですけれど、今はもうですね、もう10歳15歳の子どもたちが多くなりまして、私たちは自立を助けていますので、で彼らがもう何でもできるように生活の中でいろんなこう助けをしているわけなんですね。手配で何でも自分たちの洗濯物をするっていうふうにやっています。なぜかと言いますと、まあ洗濯機買えなくはないんですけれど、それを使い出しちゃうと、もう手とか自分の手使って洗濯したくなくなっちゃうんですね。物が豊かにあるっていう生活に戻るっていうのは非常にまれだと私たちは思っていますので、10歳以上になってやっと学校に行けるっていう子どもたちの場合、読み書きができずに行きますので、年齢が上でももう学年は1年生からといった、そういったことがもう珍しくないんですね。何歳までっていうよりも、私たちは本当に個人 の, その支援を受けて、子どもたちがこの高校3年生までは修了したいっていうその願いがあるならば、私たちはこう支援をしていきたいというふうに願っています。ここは前田さんが初めて孤児院を始めた場所。子どもたちの成長を人数に合わせて現在の場所へと引っ越しました。今の場所に移動して10年、この場所も手狭になってきました。今はもう32人子どもたちがおりまして、非常に体も大きく成長して、私たち の, 願いとしては、より広いところに移って、そういったもっと子どもたちが自由に生活し、またスポーツもし、心と体 の, 成長を助けて いってあげたいっていうのがあるんですね。それとともに、今の場所ですと今32人と申しましたけれど、実際にはですね、いろんなところから受け入れの要請が来てるんですけれども、断らざるを得ない状況が一つはあるんです。もうこれが私たちの限界ではないんですね。引っ越しの予定の場所に NPO 法人石杖の医師副理事長木原誠さんも同行し訪れました。あの杭から向こうの杭まで全部なんですね。いくらでもいいとは言われてたんですけど、で売ってくださるのはいくらでも欲しいだけどっていう、で全部もらえれば本当に大きなグラウンドの畑もできるし、この土地に男子棟と女子棟、その間に宿泊棟を設け、そして食堂を配置、別棟にゲストハウス、図書館、そして元気いっぱいに走り回れるグラウンド、農業を学び自給自足するための畑を作る計画を持っています。与えられたお金で例えば1回だけ作っておいて、それでまたお金が来たら2回を作っていくとか、そういうふうに、そういう作り方ができるんですね。今は寒気だからいいんですけど、雨季になると水がすごくなるので、まず土台に土をしっかり植えてやらなきゃいけない。そのための費用がかかるんですね。土地を買うだけじゃなくて、それは別にここだからってことじゃなくて、ほとんどの場所はそうです。で、子どもたちにはその畑作業をして、自給自足っていう面とともに土をいじって精神的に安定してもらいたい。それはすごく特に個人に来る子どもたちはすごく傷んでるので、ものすごくそれは大切なことなんですね。だからそれを願っています。ぜひですね、もう近い将来こういったところに実際に移って、もっとこのカンボジアの地で苦しんでいるそういった孤児たち、子どもたちを受け入れて、本当に彼ら の将来を共にこう担って、もっと受けるようになったらいいなというふうに願っています。
子供たちは2ヶ月に一度、片道2時間をかけて元気に走り回れるグラウンドにやってきます。今回は日本からやってきたボランティアの皆さんと思いっきり遊ぶことになりました。Nơi tôi nhầm nơi hiện thống chẳng nhầm ở toàn phơi cách biển ác của nhầm. Nhầm ra thức ấy. Nhầm chủ trật phơi tạm trật bỏ nhầm. Vì khá nhầm thưa, vì khá nhầm tạm trật ngay, vì khá ai thưa bán cái khác. Khai nọ. Nhầm nhầm cả ổng quân thật ra thì sẽ miên ổng kê cho bọn chui trong người chị ở trong rốt nơi càng này mỗi đài cứ chị ổng kê Christian.Hai cái chị ông cá mua đỏ lõi sản phẩm nhôm này bè nà cuột hai ông cá chui bên nhà bông bông nhôm nơi tình ý ở miền sài gòn sốt hai miền còn lại đến sốt miền bông bông đến chỗ mới tình ý hai miền đây chị nhâm bay cục cuốn hai từ đến cục bè về lý hai nhôm có cuốn tiền ăn đi tại phòng đấyで彼らが通ってきた苦しみや痛みはもう決して彼ら のだけのものじゃなくて、きっとまたカンボジアだけではなく、いろんな国々にいるそういった痛みのある人たちの痛みもこうきっと分かって、共にこうになっていけるんじゃないかなっていう、そういったこの希望っていうものがですね、この出始めてきています。孤児に来た時、幼かった子供たちは皆さんの愛と支援に支えられて、今ではこんなに男の子はたくましく、女の子は穏やかに成長しました。孤児に来て初めて学校に行けるようになり、病気をした時や怪我をした時は病院に行って治療を受けることができるようになりました。けれどもここ数年間、この場所では狭すぎて新しい子供たちを受け入れることができないでいます。ここ数年、首都プノンペンでは著しい発展があります。驚くばかりです。でも実は孤児たちの数は減ってはいるどころか増える一方です。孤児たちは地方に追いやられて、今でも貧しさの上に死んでいる子どもたちが後を絶ちません。一人でも多くの子どもたちを助けたい、それが私たち一世の石孤児院の心からの願いです。新しい広い場所に移って、彼らを数百、数千、もっと多くの子どもたちを助けるために、どうかあなたの愛と支援の助けの手を私たち一世の個人に伸ばしてあげればと思います。子どもたちに代わってお願いします。名前もなくて今日も死んでいってしまう子どもたちの代わりに心からお願いします。あなたのその愛を彼らに伸ばしてください。私たち石田の四個人を助けて、彼らを助けるために、あなたの愛と支援を心からお願いします。石田の石カンボジア孤児院は皆様の温かいご支援により運営をしております。さらにサポーターの皆様、スポンサーを募集しております。孤児院では定期的に現地の子どもたちと交流する体験ボランティアも行っています。前田さんのセミナーもあります。ぜひ参加してみてください。一人一人にとっての新しい発見が必ずあります。詳しくは NPO 石田の石孤児院のホームページ NPO 石田の石孤児院までご連絡ください。心よりお待ちしております。